おはようございます、エミリコトモツミです。本日久しぶりに実家に帰省しようと思います。我が実家池袋の翡翠喫茶でございます。 FC 実は初めてなんですよね。そうですね、なんだかんだ私はまあ3回目のご帰宅なんですけれども、めっちゃ楽しみです。というわけで行ってみたいと思います。はい、というわけで帰りましょう。お家に。おはようございます。お帰りなさいませ。お嬢様、お帰りなさいませ。お待ちしておりました。知ってる顔だ。ホームイズホーム。お手荷物はお席までお持ちいたしましょう。ありがとう。それでは改めまして、シーナでございます。よろしくお願いいたします。はい、いよいでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。安定。はい、久しぶりの我が家です。見てこのカバンの持ち方。すごい。ありがとう。はい、そうね。お帰りなさいませ。あ、お帰りなさいませ。ちょっと待って、知らない顔がいる。これ気になるわね。古谷までは知ってるよ。一人新しい顔がいるわ。ちょっと気になるんだけど、誰あれ。私が知らない証人がいるわ。申し訳ございません。お嬢様があまりにもお屋敷を開けてらっしゃるもんですから、その間に入りました。今回は初めてご挨拶をさせていただくことになるかと思います。じゃあ先にちょっと紹介だけいいかしら。水沢さん。はい。とりあえずもうかっこいいわね。私、水沢と申します。お給仕をさせていただきます。よろしくお願いいたします。ああ、すごい礼儀正しいわね。いいじゃない。ニオリから見て、はい、水沢はどうなの。はい、もう元気いっぱいでございまして、情熱にあふれてございますけれども、あふれすぎてもおります。ということですか。進化をやめないわ、お屋敷が。失礼いたします。はい、飲み物は何をお持ちいたしましょうか。春っぽい紅茶はないかしら。ただいまの季節に合わせまして、桜のフレーバーティーチェーホフという紅茶がございますが、お試しになりますか。そちらにしましょう。かしこまりました。すぐにご用意してまいります。はい。もうね、本当に実家に帰ってきたぐらいの安心感があるのよ。すごいでしょ、我が家。本物だって感じですもんね。でしょ。ようこそ我が家。結構ね、羊も増えてるみたいだわ。パパがね、パパが結構頑張ってるからね。失礼いたします。お嬢様、お見かけしない間に髪色もまた随分と春めいていらっしゃいますね。春めいてるわ。気づいたかしら。もちろんでございます。明るい髪色も非常にお似合いでございますね。あ、どっちの方が良かったかしら。私はもうただいまのお色の方が好みでございます。ありがとうございます。なんで今すごいしかめつらされたんですか。目がね、乾燥したのよ。本当に乾燥ですか。はい。まだ引きずってはらっしゃらないですよね。目鉢子の方。はい、目鉢子の方は大丈夫。見てもったいないか。あ、美しい。よりはね、髪型が戻ったわね。戻りましたよ。前回すごいなんか単発になってて、はい、リスナーがすごい嘆いてたわ。これは大変失礼いたしました。これがいいよみたいな、戻った感じがするわ。名古屋の際にはこちらのベルでお呼びください。ああ、ありがとう。何かいいおもちゃを与えてくれるわ、ベルというの。とりあえず聞こうかしら、ステージたちの近況報告。一体いより最近何か変わったことはあるかしら。まあ、いよりの個人的ニュースでいいわ。はい、久々に写経をいたしまして。写経。私あのひたすら字を書くことが好きなんですけど。へえ。何を書いてたの。般若心経です。ガチじゃない。すごいわね、教養があるのに。やっぱりこの男は。ありがとうございます。その写経は私のためにやったことかしら。もちろんでございます。なるほど。はい、その他私のために最近やったことはありますか。3度北に向かって頭を下げました。お嬢様のご健康をお祈りいたしまして。そういうことね。ありがとうございます。健康健康って言ってるけど、あなた腰は大丈夫なの。大丈夫です。あれ変な技だったもんね、すごく。で、大丈夫なの。はい、最近新しいコルセットを手に入れました。おめでとうございます。ずっと医療用を使っておりましたが、スポーツ用の方が具合がいいということで。ああ、なるほどね。はい、世界一どうでもいい情報ね。ありがとう。下がってよし。失礼いたします。大変ね。コルセットはスポーツ用の方がいいらしいわよ。知らないけど。ふーるや、久しぶりね。お久しぶりございます。最近古谷は何か変わったことあるかしら。こういった季節でございますので、外の桜を鑑賞させていただいております。あら、いいじゃん。はい、桜を見ているとですね。はい、あ、なんとなく言うことが分かった。ちょっと待って。はい、オッケーオッケー。はい、桜を見ていると思うことが。やめましょうか。大丈夫よ、大丈夫よ、続けて。まあ、咲き誇る桜、うん、時が経てばすぐに散ってしまいます、うん、この儚さとは一体何かということをですね、お暇を頂戴した際にいくつか考えておりましたが、うん、この気持ちはもしかして前回あなたが言い残していった恋に何か近しいのではないかと思った次第。あら、どうしたの、どうしたの、どうしたの。恋が分かったの、ついに。分かったかといえばまだ定かではございませんが、あら、このひとときが幸せに満ち溢れた、うん、その瞬間にお嬢様お出かけでございます。お別れの時間があっという間にやってしまうということがですね、咲いてはすぐ散る桜のこの儚さに重なるのではないかということを少し覚えた次第でございます。恋だ、反対に恋してるよ。これは違うかもしれないんだけど、はい、古谷は多分私のことが好きなのかもしれないよね、それは。はい、ピンときてない。え、でもその桜がさ、こう、はい、バーッと散っちゃったのを見て、あ、すぐに帰っちゃうお嬢様みたいだなと思ったわけでしょ。そこまでは。そこまでは思った。で、ちょっと胸が苦しくなった。そこから先がわからないんです。そこから先がわからないんだ。お嬢様。
これに頭を悩ませる日々が続いておりましたが、でも、ね、こうしてまたお嬢様とお会いできました。今どんな気持ち？私の心は満開の桜のように咲き誇っております。あんたそれが恋よ。すごいわね、あの男。これに考えてきたんでしょ、直せって。いや、すごい変に多分プレッシャーにあれは恋よ、絶対に恋よ。本人は認めないでしょうけど、私は分かるの。水沢。はい。あんた新人ね。どう、あんたは最近ある？いいこと。ここ最近天気がよろしいので、うん、桜の花もですね、長く咲いてくれるかなと私は喜んでおります。かわいいすごい、なんか弟系ね。最近私のために何かやったことはあるかしら？気温が不安定でございますので、さまざまな種類のコートを5種類ほどご用意させていただきました。あ、ありがとう。体調はよろしゅうございますか？あ、大丈夫よ。ただね、ちょっと最近ね、花粉症に悩まされてるのよ。どうしたらいいかしら？私も花粉症を患っておりますので、お気持ちはよくわかります。くしゃみが止まらなくなって呼吸が苦しくなる日もあるの。私も死ぬのかしら？そのようなことはございません。花粉症はですね、国によって植物の種類によってですね、花粉の種類が変わるようでして、日本にある同じ植物も外国のものを取り寄せてですね、植え替えれば、うん、植え替えればいいのね。さようでございます。じゃあ水さんはあなたやってくれるかしら？はい、かしこまりました。じゃあすぐに植え替えてきて。何を植え替えましょうか？すべて。すべてと申しますと、次ヒノキ、あとその他もろもろ、麦、米、はい、米いいんですか？よもぎもです。すべて売り替えて。はい、かしこまりました。多分これで収まるわ、私の花粉症。水沢は結構使えるわね。いいですね、水沢さん。弟気質ね。シーナー。はい。最近シーナーは何か変わったこととかあった？お嬢様、キャットタワーというものはご存知でございますか？知らないわ。猫が戯れるタワーでございまして、せっかくですからお庭にいる猫ちゃんにもキャットタワーを与えてみたいなと思いまして、自作することにいたしまして。自作したの？はい。すごいもんね。はい、実は趣味として DIY というものを身につけてございまして、ね、シーナーの私生活が見えてきたわ。2メーター以上のですね、キャットタワーを作りました。やるじゃない。そうすると意外と猫以外にもですね、当家の使用人たちがそれに食いつきましてですね。え、どういうこと？登ってしまおうというところをですね、やめなさいと、そういう事件がございましてですね。誰が登ってたの？この中にいる？一人は水沢です。一人は水沢なんですね。さすがにシーナーそれを見て怒った？さすがにそれはもう猫ちゃんのものだからやめなさい、こらっと。最近はいかがでございますか？そうね、最近はもう春だし、いい加減私も恋がしたいのよ。てか結婚したいの。結婚でございますか？私がもし金髪全身ピアスみたいなすっごいいかつい男を連れてきたら、はい、いや、リメイクから始めたいと思います。リメイク探して大丈夫よ。はい。あ、シーナがリメイクしてくれるのね。それは安心ね。あ、ありがとう。お待たせいたしました。本日はウェッジウッドのものでハーレークイーンコレクションよりデコブルームというカップをお持ちいたしました。ハーレークイーンのコレクション？私がしてるハーレークイーンとは違う？とは関係はございません。関係ないんですね、はい、今回召し上がっていただきます紅茶も桜のフレーバーの紅茶、うん、チェイコフということもございまして、ちょっと桜を思わせるような優しいお色のものをお選びいたしました、うん、チェイコフ？チェイホフでございます。チェイホフ難しいわね。ちょっとお紅茶をいただくわ。おいしい。繊細よ。 FC は初めて来たけど聞きたいことある？しずじたちに。なんすかね、30代が見えてきたんで人生アドバイス。 YouTuber アドバイスもらおうかな。そうっすね、うん、お食事をお持ちいたしました。はい。これまでご用意いたしましたアフタヌーンティーアンナマリアに代わりまして、今回は特別なお食事マダムバタフライをご用意しています。バタフライはあなたから来てるのかしら？別荘もありません。蝶々夫人からお名前を頂戴してございます。ああ、違うのびっくりしたわ。より相談なんだけどいいかしら、はい、私は今 YouTube やってるんだけれども、はい、まあ、そろそろ30になって、今後どういう風にしていったらもっともっと人気が出るか教えてくれないかしら？まずはこれまでお嬢様がどのような努力をなさってここまで上り詰めてきたかということでございますが、そのまま貫いていくというのが私はよろしいんじゃないかと思います。お嬢様の座右の銘というのは何かございますか？うん、まあでも極力ありのままをお届けしてるかしら。我々が信じてお仕えしてきたお嬢様がお嬢様のままで会っていただけるということ、聞こえます、みんなのささなく声が。ささなく声がね、聞こえるわ。ありがとう、元気が出たわ。お食事をお楽しみください。はい、去ってよろしい。一回水沢呼んどくか。水沢あり。あ、はい、失礼いたします。はい、木はどう、手配した？それが申し上げづらいことがございまして。何？裏山に私向かいまして、持ち前の腕力を生かしてですね、まずは木に登りまして、うん、高さを確認しましたが、はい、リスが
リスが。リスがおりまして。おりまして。はい。私が木を切ってしまうと、そのリスが住む場所がなくなってしまうわけでございます。ああ。どうしたらものかと思いまして、まだ手つかずの状態で申し訳ございません。動物に優しいんだ。リスがいたらしょうがないもんね。申し訳ございません。そうだよね。水玉には甘くなっちゃう。あと何が好き動物？私も猫が好きですね。でもキャットタワーに登ったって聞いたけど。え、あ、いや、そんなことなかったと思うんですけどね。キャットタワーに登るのに。シーナ。はい。水沢がキャットタワーに自分は登ってないって言ってるわよ。さようでございますか。いや、どっちが嘘ついてるのかしら。水沢くん、君が左手から手をかけたあの棒は一体何だったんでしょうか。申し訳ございませんでした。いや、私あのキャットタワーがあまりにも楽しそうでして、楽しそうだったんだ。またあの猫たちがですね、たくさん戯れているわけでございますよ。私猫たちと一緒に戯れようとしていたんですか。そこに怒るんだ。 お世話です。いや、万が一踏んでしまったらどうするんですか。大変申し訳ございません。お許しいところ大変失礼いたしました。今度君用にトレーニングマシンを作ってあげましょう。作るんだ。今屋敷の上下関係が見えた瞬間だったね。分かったっすね。シーナ裏でバチバチに締めてるんでしょうか。あの時のお嬢様の対応はどうかと思いますとか言ってるんだろうな。いいわ、和むわ。シーナさ、めっちゃ言うじゃん。実はシーナ嫌われてないのかな。ちょっとそこ切り込みますか。前回で古谷もなんかちょっと嫌味言われてたのに。ワンチャン嫌われてんじゃないかな、シーナ。古谷。はい。すごい素朴な質問なんだけど、はい、シーナについてどう思うの。どう思うとは。古谷はお嬢様に甘すぎますとか言われてたじゃない。はい。それを言われて、なんだあのクソジジイとか思わないの。思いませんよ。あ、思ってないのね。よかった、安心したわ。ですが私にも信念がございます。じゃあそのお嬢様を甘やかしすぎですよって言われることに関しては、はい、ちょっと異論申したいと。さようでございます。もし世界がですね、滅ぶときお屋敷を救うか、もしくはお嬢様を救うか、どちらか一つしか選べないと言われたのならば、うん、私はおそらくお嬢様を選ぶことです。シーナー。はい。シーナ、この男いざというときお屋敷とお嬢様の個人的なあれだったら、お屋敷はもう捨てるっておっしゃってました今。なるほど。ただこれに関しましては、お嬢様をお救いするというのは一人の使用人の決断として間違ってないかと。それはいいよね。もしかしたらですね、シーナ氏のことを怖い上司ではないかと思っているところがあるかもしれませんが、私もですね、これまでシーナ氏にさまざまなことを指導していただいた過去がございます。そのおかげでこうしてお嬢様のおそばにお仕えさせていただいておりますので、シーナ氏の言葉をですね、胸に刻みつつ、そして私なりの信念も持ってお仕えすると、その心は変わりございません。なるほど。ちょっと一回フリア行っていただいて、ちょっとシーナ残っていただいて。私でございます。かしこまりました。はい。相談なんだけど、古谷、多分私に恋してる。なるほど、やはりそう感じてございますか。そうね、古谷多分でも気づいてないんだよ、恋が何か分かってないから。どのように処分いたしましょうか。いや、処分はしたくていいんだけど。処分はよろしゅうございますか。ちょっと どうしようかなと思って。やっぱモテちゃうからさ、私。お嬢様が魅力的すぎるというのは、これは使用人にとっては毒かもしれませんので。そうよね。ただ、万が一のこともございましょうから、うん、脳に働きかける手術もございますから、もしよろしければまあ、お嬢様がお望みでございましたのですが、とりあえずまだ大丈夫だわ。私もくれぐれも彼の様子は伺っておきますので、何か気になることがございましたら、はい、あんなりとお申し付けくださいます。もうすぐ手術いたしますので。お願いします。はい、あ、まだ大丈夫だ。よろしくお願いします。まだ大丈夫です。はい、やばない。脳の手術できるらしいよ、シーナ。じゃあこれで大丈夫ね。屋敷の部屋は今日は守られた。はい、よかった。危ないとこだったわ。脳の手術されるのか。だからあれよね、次回までにしておいてって言ったら、次会った時フリアが違う人になってるかもしれない。次会った時怖いっすね。古谷に好きな人できたとか言ったらどうなるんだろう。ちょっとドッキリじゃないけど、そのくだりやりましょう。ちょっとやりましょう、うん、じゃあ今ドッキリね。はい、だから始めてみます。古谷、古谷に言ってなかったんだけど、私さ、好きな人できたの。はい、どうして固まるの。さようでございますか。白馬に乗った王子様と出会ったということでございますか。そうね。元気がないまで。そんなことはございません。喜んでくれてる。もちろんでございます。あ、よかった。あなたが王子様と外の世界で楽しく暮らすのであれば、祝福するのが執事としての務めでもございます。うん、あ、立派な回答ね。はい、それではドッキリでした。え、あ、そうでございましたか。ちょっとドッキリしてみようと思って。お嬢様の遊び心よ。でも私はお嬢様、いつか素敵な方が現れて、素敵な方と一緒に過ごすことがあなたにとっての幸せだと思ってます。うん、あ、よかった、うん、はい、ですがもし生まれ変わったとしたならば、うん、私にはなりたいものがございます。何？白馬に乗った王子。下がりなさい。
様の白馬になりと。あの白馬でびっくりした、はい、今危なかったわね。もうあと一歩行っちゃったら椎名来てたわよ。もう脳の手術やってたわよ食べようご飯。これ何なのかしら。毎回ねここのご飯ねちょっと難しいのよ食べ方が。これは何、ポッキー。ポッキーイオリ、はい、これは何、ポッキー。こちらはグリッシーニ、生ハムを巻いてお持ちしたものです。グリッシーニ、美味しいわ。お茶というよりもお酒の方がよく合うお食事かと思います。うん、ポッキーみたいね。ポッキーは甘いものでございますそうですね。これは何でしたっけ。グリッシーニでございます。知ってる、ロシアの。イタリアでございますこの辺りはどう食べるのが正解なの。手前側が上にドライフィグを乗せたフォアグラのテリーヌに下はメルバトーストを合わせてございます。お隣がオマールエビのオープンサンド、こちらがスモークサーモンのブリ、こちらがアンチョビを使いましたクロワッサン、そしてランの花です。すごいわね、全然入ってこなかったわ。へえ。うん、うん、うん。じゃあドキッとする女性の仕草を教えてちょうだい。例えば見るともなくそうして目の端で私を見上げてくる仕草でした。見るともなく、どう思いついて。見るともなく目の端で私のことを見上げてくる。こういうこと。いえいえ。どういうこと。つい先ほどお嬢様が意識せずにされている。してました。私見るともなく。見るともなく、ええ、見られている本人でしかわからないと思いますけれども、後でちょっとカメラで確認しておいてちょうだい。どの瞬間なのか。見るともなし。見るともなしに。お嬢様のちょっともう覚えれないわ。イオリが一番女性の影が見えないわね。水沢、はい、結構言いそうよね彼は。質問なんだけれども、はい、女性にキュンとくる瞬間っていつ。喜怒哀楽の表情がしっかりとコロコロ変わるということに私はときめきを覚えます。ありがとう。それでは2秒で次の質問に答えてください。 はい。好きな女性芸能人は。申し訳ございません、疎いものでございまして。知らないというの。はい、一切知らないというのね。清少納言様。清少納言様が好きか。紫式部様とかは。あー、お前今さ令和じゃん。はい。でもそのあたりから変わってない。実は私ですね、うん、実質にテレビというものを設けておりませんので。あー、誰かも言ってたわそれ、はい、でも外部の事情は完全に見えないのね。最近しっかりとあのお給仕のお勉強をさせていただくことに没頭しておりまして、うんうんうん、それこそ椎名の指導のもとさせていただいておりましたので、なかなかそういうのは時間が取れず見分が狭く申し訳ございません。そうよね。じゃあまた見ておいて。ありがとう。とんでもない椎名の洗脳教育ちなみにフレイとか。いや、パターンないですよ。多分ないですよ言われてろやろ、古谷見せつけてやりなさい古谷。あなたが最近キュンとした異性の行動は何。キュンとするという気持ちとは何なの。ああ、そっだった。ときめいたというか、ちょっとドキッとした瞬間、胸がざわつくようにざわざわってなる瞬間よ。その気持ちと等しいのか分かりかねますが、先日とある作品を拝見しまして、それはかぐや姫の。お、美しい女性が最後に月の元へ帰ってしまうその瞬間、非常に心が締め付けられました、うん、この気持ちはときめきでございますか、うん、ときめきなのかな。切ないキュンみたいな感じなのかもしれないわね。もしそうでございましたら、お嬢様が帰宅されるこの時間がまもなく終わろうとしております、うん、お出かけの際、私はあちらの場所でいつもあなたをお見送りしております、うんうんうん、その時にいささか心が締め付けられる感情が芽生えますが、これは一体何なんでしょうか、うん、恋だ。絶対恋だよ。あたりとかぐや姫を重ねて見てる。それは絶対に本当にちょっと危ないわ古谷、はい、あなた今その感情をこれ以上表に出そうもんなら手術されるから本当に気をつけた方がいいあなたはまだ知らなくていい。手術ですか。あなたはまだ何も知らなくていいけれども、その言葉を聞くと、うん、お嬢様、何、私の後頭部がズキズキと痛んでまいります。もうされてる。このあたり押さえるとですね、お嬢様、いつつけられたのかわからない傷が。やられてるやられてる。これは一体何なんでしょう。これやられてるな。大丈夫、下がっていいわよ。体調には気をつけて。シーナもう何回かやってるわ。あー、すごい繋がった。すごい、これシーナがこれが怖いよ。あの可愛い顔してるシーナが。いろいろ分かってきましたね。まあでも分かんない、古谷の気のせいかもしれないしさね、そればっかりは。次もまた来たいですね。ちょっと次来たいね。どうなってんだろう。いや、これは気になる。これ待って、もうさ、長編ミステリー小説書ける匂いがしますよね。伏線ができちゃいましたねちゃんと次回までこれを覚えておいてくれるのかしらすごい満足しました、はい、ありがとう。そろそろ乗馬に行く時間かもしれないわ。かしこまりました。本日はどちらの馬をご用意しておきますか。白馬でよろしく。できたら王子様も乗せといてほしい。かしこまりました。どちらの国からお呼びしましょうか。パリ。国ではなくパリの王子様。
フランスね。かしこまりました。白い馬でございますけれども、ただいまご用意できますのがマチコと、あとはフルヤという馬がいますが、どちらがよろしいですか。フルヤは違うの。あのフルヤじゃないフルヤ。あ、たまたまです。あ、たまたまです。あ、じゃあフルヤで、はい、ではこちらですぐご用意させてお願いします。はい、それではお待たせいたしました、はい、これより乗馬のお時間でございますと申し上げたいところでございますが、どうした。お嬢様、何、少しお時間を頂戴してもよろしくございますか。大丈夫よ。よろしくお願いいたします。おめでとうございます、お祝いいたしましょう。楽しいのができた。お嬢様の巻いた種が素敵に咲いたようです。雨の日も、風の日も、諦めず輝いてましたね。エミリンチャンネル、祝100万人。すごい。おめでとうございます。すごい。歌うま。こちら、嬉しいわ。100万人突破ということで、すごい。お祝いのケーキをご用意させていただきました。ありがとう、本当に。優しい。すごいわね。いや、ありがとう。初めましての子が来たわ、急に。しかも歌めちゃくちゃうまいわね。びっくりしたわ。当家の音楽隊の使用人たちでございます。音楽隊までいるの。ゆりの、はい、と申します。よろしくお願いいたします。ゆりの。そしてこちらが熊川と申します。はい、熊川でございます。よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ声がいい。よろしければこちらのケーキもぜひお近くでご覧いただければと思います。ありがとう。これちょっと改めてちょっと撮ってくださる。超かわいい。しかもこのエミンお嬢様って書いてあるのすごいわよ。ここちょっとありがとう。本当にありがとうございます。差し出がましく申し訳ございませんが、ぜひ喜んでいただければと思いまして。嬉しい。ありがとうございます。せっかくですからお嬢様、ケーキ召し上がってみませんか。いいですか、食べても。どのように召し上がるか私も考えあぐねておりましたので、ケーキのサイズに合わせましてスプーンを小中大とご用意してみました。あー、なるほどね。じゃあ大で。これも振りよね、完全に。お嬢様のケーキでございます。どうぞ存分にお楽しみくださいませ。ありがとうございます。これもったいないな。いいですかね、これいっちゃって。いただきます。これあれじゃん、結婚式の時にさ、ファーストバイトって言ってさ、やるやつの大きさよ。間違いなく。これは模擬結婚式ってことかしら。来たるべき時に合わせて練習でございます。ありがとう、いただきます。うん、おいしい。いいわ、おいしいわ。ありがとうございます。ありがとうけんねん。6人に見守られながらケーキ食べることあんまないわ、多分人生で。ずっと見てますよ。圧がすごいわ。それでは乗馬のお時間といたしましょう。はい、すごいわね。ありがとうございます、本当に。ありがとう、今日は素敵な日になったわ、とっても。ありがとうございます。あ、かぐやに見えてる？古谷。はい、とっても。かぐや姫のかぐやでございますか。古谷はなんか私の人がかぐやに見えてるらしいわ。なるほど、いいお話が聞けました。特に何はございませんよね。うん、ないと思う。安心いたしました。あ、うん、はい、椎名さ、はい、古谷にさ、ええ、なんか手術したことある、過去に。手術でございますか。はいはいはい、過去に。さて、記憶にはあまりなく、おそらく書面としてもそういったものは残ってないかと思いますので、はい、そういった事実はございませんね。ですよね、安心したわ、はい、ありがとう。うん、東京のしおりはいつだってクリーンで健康でございます。はい、よかったです。バイバイ。お気をつけて、いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。やってんな。多分あれだわ、歴代お嬢様全部いちいちされてるわ、脳みその手術っていうレベルだわ。出ないとおかしいもん。あれ、手術という言葉を聞くとあっとかならないもん。何この壮大な物語。次回作気になりますね。これ次回気になるよ。え、こんなあなたの番ですみたいな伏線回収系チャンネルになっちゃったってこと。エミリンチャンネルはついに、はい、だからちょっと考察して。すごいよ、盛り上がっちゃいますよ、これ。これ盛り上がっちゃうね。やだ、あなたの番ですじゃん。あんな番とエミちゃん。てかケーキマジで嬉しかった、すごいね。エミリンありがとうございます。本当に幸せだった、ありがとうございました。 To be continue だわ。